はい、こんにちは、レイです。今日は串谷の新しいお店に来てます。ここは串谷三鷹店です。それでは中に入っていきたいと思います。どうでしょうか、お店の中に入ってきました。この黒木町のなんか高級ブティック店、なんかブランド品のお店みたいですよね。細かい写真を撮りましたのでご覧ください。どうぞ。ちょうどね、アライヘルメットの新しいのを買いましたっていう動画アップしましたけど、これ串谷とアライのコラボした RX7X 串谷っていうヘルメットです。かっこいいですね。この串谷ラインが入ってるっていうのがいいですよね。まだちょっとだけ残ってるそうなんで、お急ぎの方串谷に聞いてみてください。このジャケット、エキスパンドアメニタジャケットというモデルなんですが、これ気に入って僕も着てるんですけど、黒で赤いライン入ってるの、これかっこいいですね。これね、季節いろんな季節買い回してきていいんですよ。でベンチレーションついてるから、ちょっと寒い時とか暑い時も着られて、これね頑丈でまた便利ですね。それともう一つ、このジャケットもね好きでよく着てるんですけど、これねメーカーの広告撮影でもよく着るんですけど、このジャケット実はですね、ご覧いただきましょう。このジャケット名前がレイジャケットっていうんですね。別に僕モデルじゃなくてたまたまなんですけど、それもあって愛着が湧いてます。あとこのキーホルダーも僕愛用してます。バイクのねタンクとかステム周りを傷つけない革のキーホルダー、助かるんですよね。串谷というとこういうレザースーツがやっぱりね有名じゃないかと思うんですけど、こういうレザースーツ以外にもですね、実はいろんなものがあって、まあこういうちょっとクラシックなオーソドックスなレザージャケットもあれば、こういう靴もあるんですね。でこれ僕サーキットで履いてる靴なんですけど、むちゃくちゃ柔らかくて歩きやすいし乗りやすいし走りやすいしっていう、3拍子揃ってる靴ですね。あとですね、これからの時期、夏の時期に特におすすめしたいのがこれですね。これベンチレーション穴が開いてるから本当足がね蒸れないで済むんですよ。でしかもこの靴ねむちゃくちゃ軽い、軽いからおすすめ。まだツーリング先で歩きたいとかもいいですよね。でね、ツーリング中ねサーキットに限らず僕がおすすめしたいのがこれね、つなぎ用のインナーなんですけど、ほどほどのコンプレッション機能も持ってて、で背中とか脇とかね汗かきやすいところがメッシュになってるんですよ。これはね冬も中に着てます。これ便利、サーキットに限らずいいものですね。こういうパンツもあったり、こういうバッグもあったり、靴下にはいろいろ揃ってますね。店内にこれ大きなモニターありますけど、これ僕ですね。これ串谷の YouTube でですね、いろいろ商品説明なんかもさせてもらってます。こっちにこの大きなロゴあります。これさ、家の中に飾りたいんだけど、これ今度くんねえかなとか思うんですよね、これね。はい、そんな串谷三鷹店の店内の様子でした。どうですか、むちゃくちゃ広いでしょ、大きいでしょ。ぜひ皆さんね、ツーリングがてら立ち寄ってみたらいかがでしょうか。バイクを止めるスペースもしっかりありますし、車の駐車場もあるので、来やすいんじゃないかと思います。以上、レイが串谷三鷹店からお届けしました。